時は300名を超える方が1日で利用されます。青山だけで2300で、相模原が1200ぐらいですかね。みんな資格は所有してて、トレーニング指導者だったりだとか、怪我人の対応できるような資格だったりとか、ちょっと治療できるような資格だったりとか、学生の皆さんのニーズに応えられるようなことをスタッフみんなで案を出して考えてやっております。グループレッスンという形でヨガだったりとかボクササイズというようなことをやっていて、それは全部プロのインストラクターが外から来てやってくれてるんです。大学の中にこういう充実した施設があるっていうところはすごく少ないんですね。なのでそういう施設をぜひ使っていただいて、で快適な運動を楽しくやっていただければ嬉しいなと思っています。エクササイズですか？そうですね、脂肪を落とすっていう面では有酸素運動をまずやっていただいて、あとは腹筋のトレーニングということで、こういう起き上がる運動だったりとか、レッグレイズと呼ばれるような足を上げ下げするような運動だったりとか、ちょっとひねる動きを入れてみたりだとか、そういうのをやっていくと解消されやすいですね。